こんにちは。今回はね、本格ティラミスケーキということで、買いました。はい、ティラミス。まあ、399円の430円の半額でございます。では、本格ティラミスということでね、日本イタリア料理協会推薦ということで、いただきたいと思います。ね。では、ね、よいしょ、食べてみたいかなと思いますけども、よいしょ、こんな感じになってますね。ここにこういう風にね、下の方があれなんで、シュークリームみたいなエクレアかが乗って、その上に、クリームが乗っています。ではいただきたいと思いますけども、このこの葉っぱみたいなね、上のとこがいいね。で、このチョコレートのふんわり感と、この下に行けば行くほど豪華っていうかね、味わいが、より深く、この、ぎゅわーっと広がる感じがありますね。で、行けば行けば行くほどじゅわっとこう甘くなる、どん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 甘さが濃くなっていく感じです。で、このね、エクレアとかと思ったら、エクレアじゃないの、これエクレアみたいなパンケーキが入るんですよね。まあ、これが柔らかくて、じゅわっとしてですね。で、ふっくらとしてるんで、全体的に。これは、贅沢でね。まるでこの波の岩をこう削っていくような感じでね。食べていって、これで一人前で、まあ、500円近くっていうのは、安いんではないかなと思いますね。しかもそれを半額でってんだから申し訳ないぐらいですけども、まあ、なかなか、味わいであって、本格のケーキを食べられるっていう感じでね、非常に贅沢な味わいでね、柔らかくて、じゅわっとしてる。で、これ下に行けば行くほど、その濃さがどんどんこう増していくっていうのが、甘さがどんどん増していくっていうのが面白いですね。というわけで、どうもありがとうございました。